で次のお話はですね、有理数の循環小数表記からの復元という話をしたいと思います。でここではまずテキストの例題、4.84 ですね、有理数の循環、小数表記からの復元について考えたいと思います。で、例としまして循環小数ですね 0.285714 を規約分数でこう表すことを考えていきましょう。多分皆さんですね、もう数学類、ほとんど例えば数学類の3年目の人はですね、もうこの285714という循環小数が現れると、これは7分の何とかと関係があるだろうってパッと差しがつくんではないかと思いますけれども、これまでの方法はどういうふうに、復元していたかといいますと、この285714をこの循環節を1個整数部に来るようにですね、例えばこれを10の、この場合10の6乗ですかね、10の6乗をしまして、でそれと、この元のこの値の式を割ってですね、で、R が999999分の285714っていう関係式から、7分の2というふうにこう出していたわけですね。これは多分皆さんよくご存知だと思います。しかしながら、この方法ですと、循環節の長さに応じて桁数がどんどん増えていくんですね。特にこれ分母がですね、M 未満、分母の大きさが M 未満で抑えられるときに、この循環節の長さがこのオーダーの M 桁、十進ですかね、十進だとオーダーの M 桁になるので、計算が大変だということになります。つまり今ですね、この分母は7なんですけれども、7っていうことは、そこで出てくる循環節っていうのは大体7桁ぐらいになるだろうという話なんですね。そうするとこの分母の大きさに対して循環節の長さがの桁数がその分母の大きさのぐらいにの桁数ぐらいになりますので、これはかなり計算が大変だということがわかるかと思います。でそこで次のような定理を使って有理数の再構成を行います。これは定理 4.82 ですけれども、今ですね、N と B と R スターと T スターは整数としまして、で、B は0以上 N 未満の数、それから R スターか、 R スターは0以上 N 未満で、あと T スターを正とします。それからあと N と B で与えられる拡張ユークリッド誤助法の常用と S と T ですね、これをの組を RI、SI、TI というふうに置きます。それからあと、この J ですね、この J というのをこの上ので定義される拡張ユークリッド誤助法の常用 RJ が R スター以下になるような条件を満たす最小のインデックスということにします。ですので、この R0、S0、T0 と R1、S1、T1 から拡張ユークリッド誤助法で乗与を計算していったときに、J 番目の乗与が初めて R スターを下回るというふうにします。でこの時の J 番目の RJ、SJ、TJ をそれぞれ R プライム、S プライム、T プライムと置きます。でこれとは別にR と S と T、整数と R と S と T が存在して、で R イコール NS プラス BT かつ、N の大きさが R スター以下、それから T の大きさが正でかつ T スター以下というこういう RST が存在することとします。でこの時に、次が成り立つのがこの定理の主張でして、まずはこの T プライムですね。T プライムっていうのは こちら最初に計算したこの拡張ユークリッド誤助法による T プライムの絶対値が、正でかつ T スター以下になるということ。それから2番目の主張としては、N が R スターと T スターの2倍を超えるならば、ある整数 Q が存在して、この R と S と T というのはそれぞれこの R スター、S スター、T スターの9倍でかけるということが言えます。で、こういった定理を使いまして、これから有理数をですね、循環小数から復元するのに
この拡張ゆっくりとご情報を使っていきます。で、その手順ですが、次のように行います。まず、z をですね、t 分の s としまして、で、まあ、STM は皮膚ですね、S は0以上、それから T は S より大きくて、M、ラージ M は T より大きいものとします。でそれからもう一つの条件としては、10の形状が2×M2 乗よりも大きくなるような、こういう条件を満たす K に対して、この Z の小数表記ですね、この Z、あ、これ、今、その有理数表現を言ったこの Z が、小数表記が、その小数大定義までは分かっているものとします。で、この時に、これから示すアルゴリズムによって、この Z のですね、規約分数表現が、まあ、得られるというものです。で、入力としましては、まず、Z は t 分の s なんですけれども、この、まあ、s と t が分かっていないので、この z の循環小数表記ですね、循環小数表記がこう得られているものとします。あと、それから、ラージ m が与えられているものとします。ラージ m というのは、この z がですね、その本当はその、まあ、有理数であるっていうときに、この分母が上階ですね、分母が m 未満であるということが、まあ、分かっているものとします。それから3つ目としては、K の値なんですけれども、まあ、この T 以上の M に対して、まあ、10の形状が2の M2 乗を満たすような K がどのぐらいの値であるかということが分かっているとします。で、まあ、このような入力に対して出力としては、この Z の規約分数表現ですね、S' over T' を出力するということで、アルゴリズムを作ります。でまずこれがそのアルゴリズムなんですけれども、まず最初のステップで何をやるかというと、まあ、N にですね、10の形状を代入しまして、この B' に、この NB の、これは整数部分を取ります。NB の整数部分を取るっていうのは、結局どういうことをやるかっていうと、もともと B はですね、一応小数大定義までは分かっていたものとしておりますので、この B の小数大定義までを整数化した数をですね、B' というふうに置きます。で、次にですね、この拡張ゆっくりとご情報で、これは N とですね、それから上で求めた B、上で求めた N と B' ですね、N と B' から拡張ゆっくりとご情報の RI、SI、TI の組みを計算していって、で、これ RJ がですね、M を下回る最小の J を求めます。そうしますと、この時にですね、この RJ と SJ と TJ っていう組みが得られるはずなんですけれども、このうち SJ を S' と置くと。で、マイナス TJ を T' と置くと、実は、T' 分の S' っていうのが、その条件を満たす、まあ、有理数になっているということが、さっきの定理から言えるので、そのような出力を行います。というのが、一連の手順です。ということで、一応テキストの定理 4.83 では、このアルゴリズムですね、この有理数の再構成、まあ、レショナルリコンストラクションと呼んでますけれども、この有理数の再構成の出力、T' 分の S' は与えられた小数表記 B が表す、まあ、有理数 Z の規約分数表記であるということが示されております。まあ、証明はちょっと各自で見てみてください。ではとりあえず先ほど最初に出しましたその循環小数からですね7分の2という有理数を得るため の分数の復元をですね今のアルゴリズムで行ってみます。今はですねとりあえず 0.285714 までの近似がこの t 分の s の近似として 0.28574 までが分かっているものとします。でそこでとあとですねこのラージ m ですねラージ m は7つまりこの分母の
最大値ですね、分母は7以下であるということも与えられているものとします。でこの条件で、2の M2×M2 乗が10の K 乗よりも小さくなるような、まあ、K の最小値を求めますと、2×M2 乗ですから、これは 2×49 で98ですね。でこう10のべきで98を上回る最小のものというのは100ですので、そうすると10の K、98よりも大きな10の形状を満たす K の最小値は、まあ、2ということになりますから、ここでは K を2と置きます。で、まずアルゴリズムに従って計算しますと、まず N はですね、先ほどの10の形状を代入しますので100と置きます。それから、B' としては、この先ほどの B をですね、この N 倍して整数部を取った値ということになりますので、B は 0.285714 倍でした。でこれをまあ100倍しますと 28.5714 ですので、この整数部を取ってまあ28とします。であとは、この100とですね、ここで与えた N の100と、それから B' の28から始まる与えられるこの拡張ゆっくりとご情報ですね。これをその、RJ、乗与の RJ が7を下回るまで計算をしていきます。でそうすると、まあ、1ステップ目、2ステップ目、3ステップ目、4ステップ目というふうに計算していきまして、でまあ、ここでですね、4ステップ目、R4 を計算したところで、その R4 が4になってですね、これが先ほど与えたラージ M イコール7を下回りましたので、ここで計算を終了します。そうしますと、この時の S と T ですね、この場合 S4 と T4 を持ってくるんですけれども、S4 が今2で、T4 がマイナス7ですから、S4 は分子、それからマイナス T4 を分母とした値がですね、この求めるべき有理数になりまして、これはちゃんと7分の2というふうに返ってきます。というのが、一連の計算の流れです。今日の、レポート課題でもですね、今回の、このアルゴリズムに沿った計算を、やってもらうと思いますので、参考にしてください。ここまでよろしいでしょうか。はい、今日の授業のまとめです。第12回、今回は、その有理数を乗与感に埋め込んだの計算について、紹介をいたしました。それから有理数の循環小数表記からの復元の仕方ですね、これを拡張ユークリッドと助法を用いて行う方法について紹介をしました。次回、第13回の内容ですけれども、第13回は中国乗与定理の応用として、モジュラ三法というのを取り上げます。モジュラ三法というのは、乗与感を使った一連の計算のアルゴリズムを、いろいろなアルゴリズムを指しますけれども、その中で次回は特にその行列積の方計算という計算を取り上げて紹介したいと思います。テキストでは第 4.9 節ですので、まあ、必要な人は予習をしておいてください。ここまでよろしいでしょうか。はい、それでは今日の講義はここまでにしたいと思います。お疲れ様でした。